Ladies and gentlemen, welcome to GodZombiesHQ.com here on the website and on YouTube. What we've got for you today is the world's first boss fight from the main Easter egg in Gorod Krovi. This was streamed live by a Japanese Twitch streamer, Hary4fairy. You can find the link to his channel and the VOD in the description of this video or in the news article. His team is unfortunately unable to beat the boss in this footage, but you know that him and the community are gonna continue to try it. Ladies and gentlemen, without further ado, here is the world's first boss fight. 何つってた今聞いてくれねえか方法すいませんちょっとでもちょっとこれ大事かなみんな一応言っとく俺これ録画全部してるからオッケー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 これは入らない録画してるから YouTube上げ方だ待ってくださいなんかスイッチありますねほんとだどこにあるあん中にスイッチがありますねほんとだ押していいですかゾンビこいつしか湧いてないから押しちゃっていいんじゃない待って周り一回見よ堀がこれが4つ角じゃない2つ角多分4つ角にある全部4つ角ありますねいいっすか堀はね絶対入んなきゃいけない待って待ってブルータスも枠だろうしじゃあ俺押すからちょっと離れたところこういう部屋とかは絶対入れない行くよはいいいよはいいいよどうぞ押せたね押せましたねロボットがね動いてる本当だ目からビーム2個目が攻めてくるんですねですね2個来攻めてきそうやね ロボニコライ起動したニコライがそれ超見たいああなるほど。えっとね機体撃ってもヒットマーカーは出ないマクさんも出た一応これ敵かな違うなあドラゴン来たこれ味方やなニコライ味方それ味方っすねあゾンビ攻撃してる味方っすわねドラゴン一緒に倒そうとしてますあドラゴンドラゴンマジかこれ無理あ多分盾でガードできる盾壊れたら4つ角の方俺死んだ最悪いけるって俺は多分いけるリバがついてるノブしか飲んでいきてないあ俺死んだ無理かカメラはありますはい頼むお願いしますあなしで蘇生できそうあこれまずい大丈夫大丈夫違うなカメロン使ったただドラゴンに攻撃しても意味がないこれもしかしてさいやさっきからねニコライが攻撃してくれてるそれなんだよねだからニコライの手伝いをむき出しだ弱点むき出しだ撃てえだってあああの赤いとこっす赤いとこ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 本当だ腹の横の赤いとこ誰か俺の前通ったから実は細い出てる腹の横の赤いとこっすね 弱点抜き出しまだいますいやそこちょっと狙いづらいな腕の付け根あたりが本当はヒットマーク出てるあ、固まらん方がいいよ固まっちゃダメだよこれ固まってもいい気はするけどなあ、ゾンビがあ、オッケーオッケーゾンビがねみんなでやばい ドラゴンどこ前かさあこの炎がああ壊れちゃった次はどこが光ったまだ多分ねあブルータスは入れてるニコライがニコライが攻撃してくれるんだよなるほどそれで弱点が露出するんだわブルータスは潰すわ真ん中に弾出てるよ真ん中に弾取っとくかうん取りに行くあみんなで取りに行ってるいいね出るよ多分これあの人ならドラゴンゾンビ出しあのドラゴンゾンビはニードラ出してからのせいだったオッケー出た腹あまだだ出てる右右右腹右腹これモンキー投げてますあ撃てます撃てます飛んでても撃てますよ全然撃てますうわワンパン これガードしなきゃダメか盾で腹ってどこでねえ俺右下こっち側からだね多分見えない下腹やば何何何何で何で圧迫がある火は闇の生き物めそこに逃げたいあやばい火が
盾でガード引くともう逃げるしかないこれ。盾がない俺にはどうしたら。あ、オッケーオッケー、壊した。壊した？え、まだ何回目でしょう。いや、まだ撃ってます、撃ってます。まだ撃てますよ。全然撃てます。ごめん。なんかね、ドラゴンの炎やばい。ドラゴンの炎やばいっすね。一撃っすね、もう。うん。モンキー持ってる人投げた方がいいっすよ。いや、これでいい。ハルさん、ちょっと速攻でそれ撃って、MK3。オッケー。俺っす。ありがとうございます。俺はちょっとね、生きることを集中するわ。あ、うん、集中した方がいい。終了まであと5分になりました。ドラゴンが速攻。攻撃はいつか攻撃パターン読めるから、ね、移動はね基本的にあれでした方がいいかな。あーもうほらこれやばいよ。めっちゃ見るわ。かわせね。これいける？オッケー。移動はねあれでした方がいい。縦でした方がいい。いやそれも縦あれだ。あ壊れた。あ俺も俺も縦ある人しか無理っすね。俺は絶対死ぬわ。あれなったら狙われたら、あと多分1回か2回だけだよ。頑張って。そうだね。オッケー。もうもしもあれだったら俺全然見捨ててもらっていいんで。縦持ってても無理。縦持っててもワンパン。縦構えてても。あいつが飛んでるときはさ、防空壕逃げろってことなんでしょ。そう。うん。そういうことだね。よく見ろ。今俺防空壕にいて飛んできましたよ。弾。マジ？あれです。モンキー投げたんで。ああ。ハルさんお願いします。いやごめんそれいけるかわかんない。あ、首だ。首出てる。もう一個。あー、なんでなんでなんで速攻で死ぬんだけど。うわー最悪これ。ロボットかロボットかロボットがいっぱい。あのドラゴン、ミニドラゴンみんな使った方がいいっすよ。あーごめん、そうだドラゴン使いたい。ナイスです。いや、あドラゴンだ、前からも来てる。あーあー、これは不死鳥欲しいっすね。あとリバイブ、リバイブ不死鳥だってことはもういけそうだな。これどうする？